これですか？おしゃれでしょう。自作のね、カジノチップのパッチです。500円で好評発売中。また私のサバゲーに革命を起こしてしまった。YouTube をご覧の皆様、こんにちは。皆様、サバゲーの待ち時間、アサルトライフル邪魔じゃないですか。下に置くとかね、バリケに立てかけるのも倒れたら嫌だし、なかなかはばかられますよね。ああ、M4 のホルスター欲しいな。というわけで、今回は全機種対応のアサルトライフル用のホルスターを作りましたという企画です。いや、今回のはね、ものすごい発明なんじゃないかなと思ってます。まずは作るに至った経緯を。今まではね、ライフルの傾向には、スリングを使ってました。こんな感じのね、ワンポイントスリングやらね、まあ、ツーポイントスリングとかいろいろ使ってみましたけど、結局ね、このバンジースリングというね、ワンポイントのタイプに、まあ、なったんですけども、トラジションするときもね、これだと伸びるのでやりやすいですし、結構扱いやすかったのでこれを使ってたんですけども、まあね、そもそもね、私はね、多分ね、若干閉所恐怖症なのかなと思うんですけど、窮屈なのがね、苦手なんで、まあこのベストとかはね、結構大丈夫なんですけど、こういったね、締め付けられる、引っ張られるものはね、ちょっと苦手でして、まあ、あとね、スリングだとね、手を離せるとは言っても結構ブラブラするので、それがね、ちょっと嫌な点でした。足に当たると結構痛いんでね、あとブラブラすると銃口が結構跳ねるので、危ないというのと、あとまあ、ぶつかったりするのでね、大事な銃を傷つけたくないということでね、ちょっと嫌だったんですけども、そこでですね、体にできるだけね、縛り付けたり、重いものをつけない方向性で考えた結果、まあ、ライフル用のね、ホルスターを作ってみようじゃないかということで、このプロジェクトがスタートしました。今回はその1号機となります。まあね、電飯ファストマグプロジェクトが無事終えまして、まあ、新たなプロジェクトということでね、それがこちらがホルスターの全貌となります。まあ、使い方はね、これを起こして、まずね、このマグウェルの前の部分を置きます。それでこのコインをここに引っ掛けるという形ですね。で、外すときはこんな感じで外します。銃口管理の必要な場面があると思いますので、その場合はね、こんな感じで前側だけで保持できるので、これで銃口を下に向けるという形で、ゲームが始まってからセカンダリに切り替える場合や、山なんかをね、歩くときはこのように後ろに引っ掛けるという形で携行できるようにしました。山とか急斜面とかを手ぶらで移動するぐらいの保持力は十分あります。軽いジャンプぐらいなら十分耐えられますね。ライフルを保持にするにあたって、最初はね、筒状のホルスターを考えてたんですけど、銃のね、マガジンだとか、あとスコープ類、光学機器を載せると、まあ、筒状のものだとね、結構引っかかってしまうので、自由度がなくなるためにやめました。またね、ホルスターといっても、まあ、一点保持のものね、を最初これだけで考えてたんですけども、結局ブラブラするということで、何かないかということで考えた結果、まあ、2点で保持するということを思いつきました。でね、最初サムライスタイルを予定してたんですけども、後ろ側にね、してあります。これによってね、しゃがんだりして、まあ、ハンドガンだと結構寝そべったりしたいと思うんですけども、まあ、そういった時もね、後ろだったら結構プローンもできますし、あとね、動く際もね、邪魔になりづらいかと思いまして、後ろにしました。うわははは、これはもしかしたら M4 を腰に置く光景が当たり前になる時代が来るかもしれませんな。こちらね、材料は全部ホームセンターです。
これがね、あのインパクト用のやつで、こっちがね、まあ道具差しの、まあ、コーナーに2つとも置いてあります。インパクト用の道具差しは、まあ、マジッククリップというね、サバゲ用の、そもそもね M4 用のね、ストックパイプにつけたり、あとレールにつける感じのやつで、まあ、ストックパイプの方は高い、9000円ぐらいするんで、でレールにつける方も4000円ぐらいするので、まあ、他にもいろんな選ばなかった理由はあるんですけども、高いというのが主な原因でちょっとこちらを選びました。これが、ね、2つでね3000円ぐらいなので、 まず安いですよね。で、このマジッククリップもどきのものは本来ねこういう取り付け部分だったんですけども、これだとねちょっとつけられなかったので、あと硬いので傷がつくというのもありまして、いろいろね当初はね紐にこういうのとかねこういうのを通すという予定で考えてたり、あとこれが入るんでね、あそこのここにねこれが入るんで、こういう感じで予定してたんですけど、銃にね取り付けた時にダサいんですよね、全部ダサくなっちゃって、せっかくねかっこよくカスタムしてるのにここでダサくなっちゃったら意味ないだろうということでね、まあ、いろいろと熟慮の末思いついたのがこのカジノチップということでね、これならねちょっとおしゃれな感じに見えますし、ブラブラしててもねなかなかかっこよくなりますし、何よりこれがねかっちりとした銃の保持に役立つということでね、なかなかいいアイデアだったと思います。まあね、細かいところはねまだまだ改良の余地はあるかと思いますが、とりあえずね十分に実践に使用に耐えうると判断しまして、第1号ということで無事完成をご報告いたします。今度のサバゲーが楽しみです。ちょっとね銃口管理について追加でご報告します。銃口管理の観点からゲーム開始後以外はねこのような携行方法で銃口を下に向けて安全管理を気をつけるという話でしたけども、ちょっとその後にね思いついて刺した後銃口にねこんな感じでダンプポーチをね銃口に突っ込んだ状態にすることで、まあ、銃口管理がねできるようになったので、これでゲーム開始前でもホルスターできる運びとなりました。当初はねこのパッチをね銃口にベルクロを貼り付けてこれを貼り付けようと思ってたんですけど、ちょっと着脱がね面倒なので、まあ、これでね使わない時はね普通にダンプポーチとして使えるので、これもありかなということで追加報告いたします。というわけでアサルトライフルホルスターの第1号完成というわけで、これもなかなかいいな、これおそろっちなんです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。